援軍など待てるか。関鳥羽を引け。どうした、なぜ開けぬ。兄者、何か下級のことでも。曹操との決戦ならいつでもやるぜ。その曹操に追われている呂布からの書状だ。私に身柄を受け入れてほしいと。え、呂布は。冗談じゃねえ。嫌だ、俺は絶対反対。私は迎える。なんとこの酒のうまいことよ。私が曹操の治める遠州へ攻め込まなければ、玄徳殿もこう安楽に徐州の大使ではいられなかっただろう。この野郎。やい、呂布、その恩着せがましい言い方は何だ。来るんだ、張飛。話せ、ぶった切ってやれ。申し訳ござらぬ、少し酒乱の気がありまして。いやいや、気にしてはおりませぬ。酒というものは人間を変えますからな。何、呂布が徐州の玄徳を頼っただと。東条、曹操のもとへ使いを出せ。お、なんて書いてある。兄者が正式の大将になられた。などの命令なんだ、誰に恥じることが。違う、これは曹操殿の命令だ。嫌なこった、天下の毒まむし野郎、俺が始末してやる。たらやるなら相手になってやる。やめろ。玄徳殿、私は貴殿を信じております。終わりだい、今のうちに片付けときゃ後腐れがなくなる。長飛、それで決まった、あとは俺しかいないんだ。兄者、安心して留守は任せてくれ。長飛、お前はダメだ。え、どうしてだよ。私も同感だ、お前は失格だ。水臭い。水ではない、酒臭くなるからだ。酒？そう、お前は酒癖が悪い。そんな出たというものである。おう、異常はないか。はい、今のところ。けど、いやー、こう寒いとシラフでやってられませんや。いっぱいキューッと行きたいもんすね。いいねえ、バッキャー。寒い風だ、将軍。それはできぬ。将軍、なぜです。ダメなものはダメだ。将軍。言うな、陳旧、下がれ。はん？あれ？くそー！やってらんねえぜ！ダメだ！寝らんねえ！大変です！張飛将軍が酒を飲んでます！なんだと？叩き切ってやる！将軍、落ち着いて！うるせえ！呂布です。呂布が攻めてきました。呂布？何？呂布だと？あれじゃ、これで俺の落ち度を許してくれ！What the fuck？バカ者！
どうぞこちらへ。あ、綺麗将軍。お、玄徳。聞いてりゃでけえこと抜かしやがって。やめろ。ああ、うまい。なんと天の声を聞けぬと申すのか。いや、そうではないが。ならば約束通り和睦だ。黙れ。俺が買い集めた軍馬を張飛に盗ませたではないか。関羽、その方真偽に厚い武将の中の武将と聞いておるぞ。恐れ入ります。それに張飛の暴れん坊ぶりは天下一ともな。いや、これはどうも。照れるところがまた可愛いの。待て、ここは関羽に行ってもらう。は、直ちに助手へ立ちます。今夜の月はなんと美しい。誰かの別荘でござろうか。見事な庭で。外でお話しするのも風流でござろうな。の、結構でござる。どうしたんだこの騒ぎは。城で祝杯をあげ申そう。お断り申す。ん？わしも張飛と一緒でな、お主が好きにはなれぬ。すりゃ！参られぬ。そんなバカな。我が軍より敵の方が疲れていることは。陳旧、くどいぞ、黙れ。はい。呂布、そちと我とは何の仇もない。ただ演術と結ぶことだけはやめよう。何？失せろ、失せろ。曹操は信用できない男です。お前たちまでが。少し冷えてきたな。近くの刑はどうなりましたか。あれはやめた。分かったか。はい。ふん、威張りやめ。手柄立てた連ぐらい言ったらどうだい。聞こえるぞ、張飛。せきとばだと。演術め、人の弱みにつけ込んで。お前だけだ、俺を裏切らぬのは。もうやらぬ、離さぬぞ。サムさん。またどうして急に。うるさい、絶対禁止だ。貴様ら、どこへ行くか。いけねえ、急げ。裏切り者を撃て。己公正、絶対禁止の命令を出したばかりだというのに大将自ら。時には楽しみを与えませんと。また裏切り者が。まだ言うか。そこへ直れ。おお、将軍、それはなりませぬ。後世も名のある武将、切れば喜ぶのは敵だけですぞ。
やれ。なんだこれは、神宮。そうそう、あの時殺しておけば。上昇殿とお見受け申す。義賊と双剣にございます。見られるだけ落ち延びてやる。どけー。 She was a fairy。 兄上、すでに事切れておりますが。構わぬ、首をはねよ。